皆さんこんにちは、ほぼ毎日のです。前回の話まだ覚えてますか？中国おばあちゃんの話ですね。復習しましょうか。今回は日本語と中国語を混ざっていますので、適当に答えてください。1に中国おばあちゃん、フェイスキニリエン。はい、いかがでしたでしょうか。時間はちょっと空いちゃいましたのでね、忘れたらね、もう一回ご覧になってください。はい、今日は新しいフレーズを勉強していきましょう。どういうフレーズかというと、何々にできますか。日常生活で結構使えるシーンあると思います。何々できますか。言い方はね、基本2つあります。1つ目は可不可以、なんとかなんとかなんとか、可不可以を使います。可不可以、可以はできるという意味ですね。不を加えたら何々できますかという意味になります。2つ目の言い方は能不能、なんとかなんとか、能不能、能不能、能不能、なんとかなんとか。ルールは同じですね。さっきの可以の前に不があったんですね。今回の能の前にも不がありました。可不可以、能不能、はい、そういう聞き方になります。じゃあ簡単な例文を作ってみましょう。食べていいんですか、食べていいんですかは能不能吃、簡単でしょ。能不能吃、あるいは可不可以吃、可不可以吃、可不可以吃、食べていいんですか。はい、もう一本作ってみましょう。座っていいんですか、能不能坐、能不能坐、あるいは可不可以坐ですね。可不可以坐、能不能か可不可以の後ろに動詞を加えたらできますかっていう意味になりますね。でもね、もう一つニュアンスあるんですよ。どういう意味かというと、さっきの例を挙げますとね、能不能吃は食べていいですかもう言えるし、食べられますかという意味も入っています。食べられますか、例えば郊外の森に行って綺麗なキノコってね、これ食べれますか、能不能吃、能不能吃、食べていいんですかじゃなくて食べられますかっていう意味になりますね。これはその時のその場の雰囲気でわかるでしょう。無責任の発言なんだけどね。今日はね、簡単な確認するフレーズをね、皆さんに教えました。ぜひ活用してください。それでは今日のほぼ毎日は以上でございます。皆さんまた明日。バイバイ。